見ていきましょう。リーさん、いつも、文章が短いんですけど、全然いいけど、全然いいん400。で、あ、400字よ、に抑えて味。くださってます？はい。あ、ありがとうございます。全然もっと書いてくださっていいんですよ。本当はね、最初400かなと思ったけど、なんか、いざ、まあ、でもちょうどよかった。良いと良いんだけど、兄さんもっともっとたくさん書けると思うんでね。はい。よかったね。はい。OK です。多分、あ、見えてない？給油画面が動あ、かごめんななさい。いのあ、で。今ね、ごめんなさい。停止してました。ごめんなさい。あ、はい。はい。これ見ましたか？はい、見ま し見た。ます。すいません。はい。失敗から学んだこと。はい、失敗。人生に失敗がないと人生を失敗する。このなんかこういう名言みたいなものは、この句読点の丸つけなくていいです。なくていいです。ので、人生に失敗がないと人生を失敗すると聞きましたっていうと、もう今誰かから聞いたような印象を受けるので、例えば、近所のおじさんから人生に失敗がないと聞きました、みたいな、なんか、そんな、これぐらい身近に聞こえるので、聞いたことがありますとか、読んだことがありますとか、もっと聞くとか、読む以外の言い方だと、耳にしたことがありますっていう言い方もあります。耳にするっていうのは、いわゆる聞くってことなんですけど、はっきり聞いたことがあるっていうと、何かこう、言葉として聞いたことがあるっていう、もう、なんていうか、聞くだけのことになってしまうんです。聞いたことがあるだと。でも、耳にしましただと、聞く以外にも、なんかこう、テレビでも流れてたりとか、まあ、小説を読んでる人がいたりとか、いろんな情報網で、こう、頭に入ってきた内容も入るので、まあ、誰かが、そういうふうに言っていたのを、覚えているなっていう感覚なのであれば、聞いたことがありますって全然十分伝わります。なので人生に失敗がないと人生を失敗すると聞いたことがあります。この名言の意味は、人生で成功するには失敗の経験が不可欠であるということです。今は成功とは言えませんが、失敗から学んだこともあります。それらの中に、決意がなければ目的を達成できないというレッスンがありますの。レッスンがちょっと他に言い方言い換えたいんですけど、どういう意味合いで使っていますか、このレッスン。授業とか、意味？それらのどういう中に、の？教訓かな、じゃあ。教訓はどうですか？わ、これ？あ、あ、はい。教訓。教訓っていうのは、まあ、なんか、まあ、教えっていうことなんですけど、教え。決意がなければ目的を達成できないっていうことを、まあ、誰かが経験として、まあ、実体験で経験されあて、で、まあ、そういうふうに、名言というか、まあ、名言を残したわけですよね。で、それを、他の、後世の後の人たちが、まあ、その人の人生を見て、ああ、そういうふうにしたら、こういうことを学んだんだ。じゃあ私たちも気をつけてこうしようっていうように、その方の人生や、まあ、その行動から学び取ったことわけですよね。そういうものを、まあ、教訓と言います。なので、まあ、決意がなければ目的を達成できないという、まあ、教訓をと出会えたのかなと思って、まあ、教訓にしとこうかな、と思いますが。もし他に何かね、ちょっとパッと、なんか、当てはまるものがあったらまた言ってください。私は、日本アイドルをきっかけに、日本語に興味を持ちましたが、これここに書いてるんですけど、〇〇をきっかけに、〇〇。これ、〇〇がきっかけで、
でもいいんですけど、あ、きっかけ例えで。ばアイドルがきっかけで、こういうことをしましたそう。とか。日本のアイドルがきっかけとなりとか。まあ、いろんな言い方がありますが。私は日本アイドルがきっかけとなってでもいいですよ、別に。一応私今ね、短い言葉、助詞を使って説明してますが、日本アイドルがきっかけとなって、きっかけになり。きっかけだけで言いたいのであれば、日本アイドルをきっかけに。日本語に興味を持ちましたが、最初持からち日まし本語た。を使う仕事を全く目指しませんを、まあちょっと言い換えると、目指していたわけではありませんとか、最初は全く目指していませんでしたとか。全く目指しませんって言ったら今の話かな。もう今、目指してませんみたいな、なんかそういう風な感じするので、その当時、過去の話なのでね、その当時、目指していたわけではありません。最目初指しはて全もく目いま指しせてん。いませんでしたのように、まず、過去のことを話しているっていう表現は、言葉を入れた方がいいので、二通り書いています。好きな方に、ね、使ってください。でも、N2 の試験を3回受けても全然合格でき、まあ、できなかったとき、本気で目標に向かっていかないと、結果は得られないと悟りました。決意があれば、ちゃんと振り返って改善すべき点を見つけてから、詳細な計画を立てることができます。何々があれば何々できますみたいな言い方をここに一応書いておきました。特にね、その修正ってそんなにないんですけど。で、最後ここですね。諦めることを決めてしまいがち。まあ、ここちょっと長いので、諦めてしまいがちでいいですよ。始めしまい、しまいがち。諦めてしまいがちです。っていうような言い方ですね。他なんかこう質問とかありますか？この作文について。てか修正について。まいさんも、りんさんも。すみません。いいちでょすっとよ。その興味を持って、持ちました。持って。興で味も、を、どこですか？どこですか？興味を持って。興味を持って、ああ、持ちました。ここです。ここですか？持ちま、どうして、持ちました。持っていました。大丈夫持っでていすか？まし持ってた。でいも、まし興味をた。持っていました。でも、OK です。多分、持ちました。ちょっと今私、わかるのは、持ちました。今、ドライ、アイドルは、興味がありません。昔、興味があります。興味を、持ちました。今は、持ちません。のことをわかりました。持ちました。持っ何て々いをましきった。かけに興味を持ちましたの持ちましたが、興味を持っていましたと言いたいってことですか？なんか、今、アイドルも、まだ、興味があります。あります。その、持ちましたの意味は、今は、アイドルを、興味がありますか？の、その持ちましたの意味は、アイドル今、に興味を持つにかかっているのではなくて、きっかけを持ちましたにかかってます。そう、ここの持ちましたきっは、かこけ。のアイドルがきっかけに日本語に興味を持ったっていう、このアイドルをきっかけに興味を持ちましたっていうことなので、もし例えばきっかけがなければ、アイドルに興味を持っていました。昔は興味を持っていましたっていう表現を言いたければ、私は昔アイドルに興味を持っていました。OK です。でも、今、アイドルをきっかけに、これをきっかけに、
こうしました。なので、アイドルをきっかけに興味を持ちました。それからずっと持ってますっていうような言い方です。わかりました。ははい。い、そのちょっとタピオ、次。私はアイドルうん。の、なんか持ちました。持っています。わかりわかます、りわまかしりまた。す。はい、わかりました。